皆さんこんにちは、上原千優です。この体験型セミナー自分を変える3ステップは他のセミナーにはない特徴が3つあります。1つ目は自分自身で気づくこと、そして2つ目は自分自身で変えていくことができるということ、そして3つ目は体感だから忘れないということです。1つ目の自分自身で気づくというのは、経験のを通してこのセミナーの中で自分自身で自分の強さ、それから行動パターン、どうしても自分でいつも考えてしまうことなどに気づくことができます。そして2つ目、自分自身で変われるというのは、自分で気づくのでもう自分で変わっていこうという自覚が生まれるんですね。他の人から言われたことというのはなかなか自分自身では変えられません。このセミナーでは自分自身で変えていくことができるので、それが他のセミナーと違うところです。3つ目、体感だから忘れない。これは例えばあなたが旅行した時に行った先の地名のことは忘れてしまっても、そこで感じた空気感、それから見たもの、聞いたことなどというのは決して忘れないです。それと同じように、このセミナーでは誰かに知的に教えてもらうというのではなくて、自分自身が経験して感じて見て聞いていくセミナーなので、日常や仕事の現場に帰った時に忘れることがありません。必ず体の感覚が覚えていて、それが蘇ってくるからです。具体的にはある課題を与えて、それをみんなでワークで乗り越えていくというのをやります。あるストレス状況を作り出して、それを、みんなで、解決していくんですね。といっても本当にゲーム感覚で楽しくできるものなので、失敗して恥ずかしいとか何かを知らないからダメだとかっていうことはありません。で、このワークが終わった後にみんなで振り返ってこうシェアをしていく。その過程で自分自身がこうストレス状況や課題を与えた時にどんな行動を取るのか、あるいはどんなことを考えるのか、あとはどんな風に人に対して感じるのかみたいなことを振り返ることができるんです。この振り返りがとっても大事になってきます。こうしてとかく自己啓発セミナーはなかなか役に立たないという評判が立っていますけれども、それは現場に帰った時に忘れてしまうからなんですね。忘れてしまってはそれを生かすことはできません。ところがこの体験型のセミナーというのは、忘れないので現場で思い出すことができる、そして自分自身で行動を変えていくことができるんですね。こんな風に他にはない特徴を持った体験型セミナー、もしあなたが自分を変えたい、自分に自信がない、自分をどうして変えていったらいいのかわからないといった悩みをお持ちでしたら、ぜひご参加いただければと思います。あなたのご受講お待ちしています。